ちゃめちゃ綺麗。うわーすごい。すごい。はい、こんにちは、ピカですけどね、ゲーム用のディスプレイっていうのをやっていきたいと思います。ゲーム用のディスプレイ何使ってる？俺なんかはシムとかで3画面ね使ってたりもします。ちなみにこれは 2K2K2K の 144144144 っていうね、そういうスペックのものを使っています。はい、そしてこの上にあるのが通常の HD ですね。でね、多種多様なディスプレイがあるんだよ。これが 4K ですね。はい、そしてこれが 2K の166っていうね、速いやつね。いつもね、APEX とかやるのに、まあ、166あれば、まあ、165があれば十分なんで、私はこの 2K のディスプレイを使っています。はい、そしてこれがね、240っていう HD のディスプレイですね。だから HD、2K、4K っていう風になっています。で、うちにはもう一個ね、SIM があって、こっちはね、4K3 画面になっていますね。ただ、4K が144とか、速いのが、まあ、高いんですよ。まだね。なんでこれは60になっていますね。なんで今日はね、いろんなディスプレイに表示をね、いろいろしてみて、その違いっていうのをやっていきたいと思いますし、あとね、ここの壁からね、落下したこれ。なんとね、今最強ですね、多分。世界最強と言っても、まあ過言ではないと思うんだけど、最強クラスといえばまあ間違いない。3090SLI のパソコンがここにあるので、この世界最強クラスのゲーミング PC、136万円。この PC で、例えばこのね、4K3 画面で SIM やった時に、どのぐらいの FPS 出るのとかって気になるでしょ。最強スペックで、最強なあの 4K で3枚でできるのとかっていう疑問にもお答えしていきたいと思います。でね、今日なんでスマホで撮ってるかっていうと、みんなね、スマホじゃないとさ、わからなくないっていう話があって、スマホで見ててもさ、2K だか 4K だか知らねえよ、そんなのっていう話じゃん。だけど、肉眼で見た時をね、まあ、いかに再現するかっていうことで、スマホでね、やっていきたいと思います。例えばこれ HD。で、向こうが 2K と 4K に同じね、画像を貼り付けています。そしてこうスマホの、ね、カメラで寄っていくと、はい、大体なんとなくね、この辺の風景覚えて、真ん中にこう、ポコってあって、日本旗があって、こんな感じの粗さなのね。これが HD なんですよ。そして、パッとね、4K の方を映すと、わかるよ。同じところをね、4K のモニターでね、映してます。ここね、全然高解像度だ。ね。っていうのがまあわかるじゃん。パッと見同じ絵じゃん、向こうとこっちでね。だけどこう寄っていくとわかるっていうね、寄っていくとあ違うね。そしてこっちが 2K ね、まあだから間ぐらいっていう感じだから、ちょっと違うじゃん、この枝っぷりとかさ。ちょっとごめんね、フラフラして。この辺のなんか枝ぶりとか見てよ、枝ぶりとかをよーく見ると、はい、こっちなんか立体感あふれてるし、すごいこう違うじゃん、同じとこ映しててもっていう風にスマホだとおそらく分かると思うんだよね。あとはね、まあ144とかそういうのはね、結構ね分かったりもする。ね、どうやってやると分かるかっていうと、こうね、マウスカーソル、これ見て、これね166なんだわ、これ。分かる？マウスカーソルがさ、こう動かしてるといっぱい出るじゃん、こう残像がね。こう残像の出方で分かるんだ、これ。家の PC チェックするときもやってみて、自分のパソコン、ほら、こうやって同じスピードでこう動かしたときに、これなんか少ないじゃん、残像がね。これ60なんですよ。166、もう一回やるよ。ほら、細かいじゃん。明らかに残像がね、残ってる数が、こう残像が出てる個数が多いでしょ。つまりこの間に、まあ、描画してるっていうことなんで、もう一回60戻ろうか。はい、まあいろんなブログとかでまあね、こういう話は聞くと思うんだけど、実際ね、こうスマホのカメラで撮ってみると案外わかるっていうね。今ねちょっと240は起動してないからできないけど、はい、ということで、とりあえずね 4K2 枚と HD2 枚がどのぐらい違うのかっていうゲームをやった時に、それをねちょっと見ていきたいと思います。こっち、ここにつけました。はい、ちょっとね、今 4K で出そうとしてた時にトラブったことを一つね、情報共有させていただきたいと思います。これね、 D サブっていうの、これ D サブから HDMI への変換、これがね 4K に対応してなくて 4K 出なかったね。はい、今ちょっと急遽見つけてきた 4K 対応のね、同じものを交換したんでね、これでやっていきたいと思います。はい、 SIM の方にね乗ってきました。そして 4K をね3枚今開いていますね。はい、これどう、 4K3 枚のサラウンド設定、 11520×2160 っていうね、すごいディスプレイ、仮想ディスプレイを作るっていう感じになりますね。これで有効か、文字ちっちゃ。さあ、これでできるのか、来るか、
信号が遅れてる。信号がありません。信号がありません言われとるな。いやー、ちょっと失敗。わ、信号出てるはずだけど、信号が来ないな。ちょっとね、一個機器が入ってて、4K がうまく出ないんだよね、周波数的に。ちょっとリフレッシュレートを多分30に落とせば、あー、出ないな。はい、ちょっとなんか、あー、出た。そう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 。ダメだな、これ。ちょっとね、やり直します。はい、なんでね、真ん中のディスプレイが映らなくなったかっていうと、この端子から出てるんだけど、真ん中のディスプレイ。実はこのね、後ろの装置で、いろいろね、分派してるんですよ。4K を分派して、この ATEM にね、入れてるんですよ。で、この ATEM が 4K 対応してなくて HD なんですよ。で、ちょっと、これから音声を取って録画してるんで、録画 PC のね、こっちの方のキャプチャーボードに関しては、一応 4K 対応のキャプチャーボードが入ってて、4K で撮れるんですけど、この ATEM を返してるっていうことで、そうじゃなくなってるんで、今ちょっと ATEM をエスケープして、多分分岐している機器が 4K の30しか対応してないんですよ。そこをね、ちゃんと直せば多分いけると思うんだけどね。まあ、いけても ATEM 経由してるからダメで、ATEM 使わない設定にやっぱり 4K だとなっちゃって、結構いろいろめんどくさい。なんかね、複雑なことになってるけど。まあ、いずれにしてもね、今直結したんで、このね、設定、11,520。もういいや、もう行け、ポチ。どうだ、来た。真ん中のディスプレイ。真ん中のディスプレイ。信号がありませんって言われる。なんで？なんで？どうして？どうしてダメなの？ 60Hz が無理なのか。やっぱり。え、ちょっと待って。そうか。え、ケーブル？ちょっと調べます。はい、真ん中のディスプレイだけ、ちょっとやっぱ30しか出ないみたいだね。で、ちょっと原因がわかんないんですよ。このま、ケーブルの原因っていうのもあれば、まあ、これ30902枚なんだけど、この HDMI のこのポートが対応してないってことはまずないと思うんだけど、まあ、ケーブルもね、ちょっと結構ね、延長してるんで、いろいろ影響があるのかもしれない。でも、いずれにしても、この2本ね、この2本はいけてるんで、なんで、持つべきものは予備ということでね、予備がね、あったんで、これ今ちょっとね、開けて、同じ接続方法にしてやってみると。理屈としてはそういうことじゃん。はい、これを入れる。予備大事だ。いっぱい買っとけ。予備だな。はい、そして、結構高いんやろ。なんか知らんけど。4000、3000ぐらいしたな。信頼性大事だから。はい、そして片手でさせるかどうか問題やろ。片手でさせるか、チャレンジやってる。はい。これ多分なんか、このケーブル怪しくない？ハイスピードって書いてあるもん。ハイスピードって書いてあるケーブル、ロースピード説あるよね。なんか、ハイスピード。これが対応してない気がする、このケーブルが。ってことはない、これずーっと張ってってさ、これ言ってんだけど。いやー、これ全部変えんの嫌だなー。まあ、とりあえず一旦これでやってみよう。どうもダメだなー。なんか、次ね、別のディスプレイがダメになっちゃうなー。これがさ、1個目は60でしょ？こっちも60で動いてて、1個だけね、30になっちゃうっていう現象が出てるね。リフレッシュレートが。なんで、この設定のままだと、サラウンドにした時に30になっちゃうんだよね。一番低いのに合わせちゃうからね。まあ一応これで OK ってことにしようか。一旦ちょっと原因がわかんない。まあ一応ね、30なら動きました。まあでも一応ね、ディスプレイ上は30でしか描画してなくても、FPS は測れるんですよ、一応ね。パソコン上はもっといっぱい表示しててもディスプレイに反映されないだけで。なんで一応ね、その FPS は調べられるんで、まあとりあえず 4K3 枚は一応設定できたんで、ちょっと原因はね、また別途やりますよ。わかる方いたらね、教えてください。これでね、アイレーシングを起動した時に、どのぐらいのね、FPS が出るかっていうのを今日ね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、ちょっと上のカメラにね、切り替えました。これでアイレーシングを起動していこう。すげえな、これ。テストドライブで。どこ？スパでいいか。とりあえず、ハンガロリンク。ちょっとやってみよう。新しいポルシェでハンガロリンク。いや、大丈夫か、これ。はい、アイレーシング起動しましたって変なんなってるじゃん。どうなってんだよ、これ。これアイレーシング対応してないの？どこ？あ、これか。あ、これだ。はい、解像度変更。どね。これじゃ運転できねえわ。やばいな、これ。ちょっと待って、これ再起動だ。ちょっと一つだけね、情報があって、新しいね、この136万円の PC の SSD ね、めっちゃ速いやつ入ってんですよ。PS5 にも使えるような、すごい速いやつ。それ入れたら、アイレーシングのね、ロードがめちゃめちゃ速い。まあ特にローカル。まあでも、オンラインでもね、結構速い。なんで、まあそんな容量いらないんで、アイレーシングだけ。うわー、来た！
ちゃめちゃ綺麗。そんないらないんで、アイレーシングとかね、ロード気になるなって。あとね、アセットコルサとかのすごいモッドがいっぱい入ってると、そういうのもね平気ですよ。うわーすごいすごい、伝わらねえ伝わらねえよな、これめちゃめちゃ解像度いい。そして今ここで70しか出ないけど、まあディスプレイが30だからね、全く問題ないんだけど、70出てれば。あ、だけどそうなんだよ、もともと俺このディスプレイが60しか出ないんだよ。だからスペック的には多分3090の SLI すれば、おそらくまあこれでいいんだろうね。ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、俺楽しくなりすぎてハンコンの設定を裏の画面でするの忘れてきた。ちょっとやってきますね。はい、ということで 4K 出来上がった。すごいすごいよこれ。人間の目ってだいたいこう 8K8K ね、この片側 8K8K だって言われてて、で、ま、この画角はだいたい人間の目の半分ぐらいだから、つまり今こうディスプレイがあるここね、この領域っていうのは、まあこれ以上細かいディスプレイをここに置いたとしても人間の目で判別できないよっていうぐらいなことなんですよ。つまりもうこれ以上画質上がってもしょうがないっていう限界まで来ている。まあレティーナディスプレイってそういう意味じゃん。これ以上細かくしても人間の目がついていきませんみたいな。だからこの位置に 4K 多分置いてたら、まあこれ以上多分ここに 8K 置いたとしてもこのサイズであんまり意味ないよっていうことなんだと思うんですよ。まあ当然ね、縦に伸べたら 8K の意味あるんだけど、まあSIM においてね、だいたい 4K3 枚出れば、まあ、それ以上の画質にする必要はないっていうことなんだと思うんだよね。だから最高画質がいよいよ3画面でもねできるようになったっていうねことだと思います。今ね見えてるかな、 66fps 67fps ぐらい出てるんだけど、まあこれアイレーシングの最高画質だから、まあそんくらいになってるんだけど、だから 30fps しかね、今画面が表示してないからね。一応、パソコンからの出力は67ですね。63。58。なんでまあ、あー、ちょっと待って。画質が上がったからといって、うまくなるわけではない。いや、これちょっとマジで。30fps だと運転できないな。それは分かった。30fps はちょっと運転しづらい。ちょっと待って、そういう問題じゃない、そういう問題じゃねえわこれ。ちょっと待って、このコース知らねえっていう問題があった。ちょっとドライビングライン出しますね。いやだからすごいわ、なるほどね。多分あとだからこれは3年ぐらい経つと、この 3090SLI っていうのがレベルのまあ、FPS 出るグラボがおそらく、まあ、出てくると思うんですよ。結構ね安価になって、その時にはいよいよ 4K3 画面っていう SIM の時代がね来るんだと思いますよ。いや運転しづらい、いやさすがにチカチカすんな。うん、だからやっぱり本当はやっぱり俺の研究というか FPS とか打ち合いのゲームとかやってると振り向きとかあるから、パッて振り向いて打つとかっていうのがあるから、やっぱりねせめて 140-120fps ぐらいは出してほしいんだよね。なんでそれ以上になるとね結構判別難しいと思うんだよね。だからレーシングゲームのそのなんていうのかな、限界はおそらくまあ 144fps とか出てればいいんで、まあだいたいこの倍ぐらいのスペックもしくは解像度落としてそのぐらい出るようにするっていう感じだと思いますね。なんでこれも超高画質なんですよ。アイレーシングの本当にマックスクオリティで今やってるんでこのぐらいの FPS になっちゃうんですけど、まあ倍ぐらいにするのは意外と安易かもしれない。ということでちょっとねこのビデオで撮った方がこっからだと分かりづらいじゃん。だからこれで寄ってさどのぐらい精密なのかっていうのを見てください。ちょっとねディスプレイが光っちゃってるけどこんな感じですよ。遥か彼方向こうのねクレーンちょっと光っちゃってるけど、カゲロウみたいになってんだね。カゲロウまで見える。これが 4K の実力だ。バックミラーの中の向こうの看板が見える。
4K ならば。こういうことだからね。肉眼だともっと見えるじゃん。パッと見た時にこんな見えるから。もうマジで、これもう本当に、ほぼ実写だよね。つまりだって、この中が、もう人間の目が大体判別できる画素数と同じぐらいってことは、まあ実写のミラーってことだよね。だから実写のミラーと同じぐらいにミラーが見える。こっちのミラーもね。こんなんですよ。はい。このおっさんもね、このベルトの感じ。これ布の質感までわかるっていうね。だから、そういうことだよね。クレーンのかげろうがすごいよな。これが 4K ですよ。これを一応ね、HD に戻して、ちょっと違いをね、スマホでね、やってみたいと思います。はい。今ね、ちょっとサラウンド設定、若干バグったんだけど、元に戻りましたね。HD の3画面、60Hz ですね。これでちょっとアイレーシング立ち上げていきたいと思います。あら、めっちゃ荒い。はい、ということで、HD3 画面になりましたね。で、まあちょっとこのね、後ろのカメラ、これで見てる分にはさ、わかんないよね。これ HD だか、2K だか、4K だかさ。はい。なんで、ちょっとね、またビデオでね、やっていきたいと思います。はい、これで、どう？さっきの。ちょっと邪魔だな。違うな、やっぱりな。やっぱ全然違うな。さっきと全然違う。どうだ、まあ全然は違うな。一番やっぱこのバックミラーが一番わかりやすいかな。バックミラーに寄っていきます。これ HD ですね。はい、向こうの看板が、あー、やっぱ荒いね。荒い。こんな感じ。 HD はこんな感じ。はい、これが HD。 4K はこんな感じ。どうすか。まあ、ぶっちゃけ正直全然違う。全然違う。やっぱ目で見てる情報ってすごいんだなって思う。 4K になった瞬間乗ってるって感じしたの。だけどやっぱりこう HD になると、うん、SIM 感あるなって。まあリアルはリアルだけどね、とはなんか思っちゃうな。やっぱ違うな。 4K いいな。未来だな。はい、 4K から HD に変えたらね、60から70だったやつが、まあ、140とか、130とか、FPS 出ますね。はい。あ、ディスプレイも一応ね、60Hz に戻しました。はい。ということでね、やってきましたけど、どうですかね。この画面で見てる限りは、まあ、わからないんだけど、実際やっぱ乗ってみると、全然違うっていうのが、スマホの映像でね、ちょっとは伝わったのかなと思います。ただ、これやるのにはさ、相当今お金かかるわけじゃん。だから、やる必要はない。そこまでやる必要はないけど、うん、まあ、あったらすごいなって、今、俺の中では思った。この設定でずっと乗りたいなと思うけど、さすがにね、ちょっと、重すぎるね。結局さ、じゃあ HD で表示するからって言ってこのね画質を悪くしたら、いや本末転倒なわけじゃん。だからこの画質のままやっぱり 4K にならないと意味がないからさ、いいメガネかけてんだけどぼやけた絵を見てたらさ、しょうがないからさ。だからね、まだまだちょっと 4K3 画面っていうのはまあ実用的とはちょっとまだ言えないけど、まあ、使えるか使えないかで言うとギリギリ使えるようになってきたかなっていう感じがしました。もうちょっとですね。もうちょっと。だから、今だと、もう、2K だったら完全に使えると思いますよ。向こうのね、もう一個ある、ね、あの、筐体の方が、2K の144のディスプレイがついてるんですよ。なんで、2K144 で描画して乗るっていう風には、まあ、おおよそね、できるっていうことになると思います。つまり、3090SLI を使ったら、2K3 画面、140Hz ぐらいだったら、まあ、いけんじゃないのっていうのが、今のところの技術限界ということだと思います。良い子はね、決して真似しないでください。こんなことにお金かけてるんだったらマジでね、別のこと絶対やった方がいいと思います。なんで HD 一眼面でも早い人早いんだわ。ただね、いやまあ今回やって思ったのはね、 4K 一画面には未来あると思うわけ。だから例えばこの見えてる範囲ぐらいしか見てないわけだから、この範囲ぐらいのさ、まあ、4K のディスプレイで 4K 描画したらさ、もうほぼ 4K じゃん。だってこのサイドとかいらねえんだもんっていう話があるから、 4K1 画面の未来はあるのかもしれないよね。だからみんなの家にあるまあ大きいディスプレイがね、70インチ65インチとかいうのがテレビがあれば、それをね結構手前に置いて、そこにホブを合わせて乗ると
というのは結構ありなのかなというふうにも思いました。はい、ということでまたね、これやってくるんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。あー疲れた。